<music> ここからキャラクターの画像の差し替えをやっていきますが今回の方法は拡張性がちょっとあまりない方法なのでそういう方法もあるのかっていう程度で見ておいてくださいこの TP スプライトのダウンロードしたデータのサンプルというフォルダの中にこの 8way4way 8方向と4方向用にサンプルの画像が入っているんですがこの 8way の画像を画像加工ソフトで加工してアンリアルエンジン4で読み込み直すと、まあ、エディター上で反映されるっていう方法をやってみたいと思います。 ま、ここの上に、上にというか、ま、これを書き換えるっていう方法ですね。この書き換えるっていう方法の問題点は、まあ、元あるものを差し替えるっていう形なので、解像度の変更ができません。あと、ここに用意してあるポーズ以外を作ることはできません。ただ、ま、これのいいところは、まあ、画像を加工するだけで、アンリアルエンジン4をほとんど触らずにキャラクターを差し替えることができるというので、まあ、多分一番アンリアルエンジン4を あんまり知らない人が一番簡単に使う方法として一を説明しておこうと思います。まずこの greyidol.png っていうのをプログラムで開きます。画面上ではフォトショップですが無料の画像加工ソフトで大丈夫です。まずこのサンプルデータなんですけど、このイメージモードが、まあ、インデックスになっているので、ちょっと今回加工するときにレイヤーを使いたいので RGB カラーに変換します。 まインデックスでそのまま書き込んでもいいんですけど、まあ、ちょっとレイヤーが欲しいので RGB モードに変更します。で、まあ、特にどうしたいってわけでもないんですけど、変更したのがわかるように、ちょっとアルファベットで A, B, C, D, E, F, G, H。まあ、こう A から H までアルファベットを打って、まあ、この状態で保存をしたいと思います。まあ、これに関しては、画像を変更したのがわかるようにできればいいかなっていう形で、と名前、 とりあえず PNG で保存をしたいので、アイドル、グレイアイドルテスト .png にします。で、まあ、この保存したファイル、まあ、ここにできてると思うんですけど、これをアンリアルエンジン法上で読み込んでみたいと思います。ちょっと変更がわかりやすいように、キャラクター、キャラクターが見やすい位置に、まあ、このくらいかな。設定をして、まあ、ここのキャラクターの画像を変更していきたいと思います。 でまあ、この動画を撮っている時に気づいたんですがこの TP スプライトっていうのが1月の29日に公開したんですがこのアルファベットを当てがった時にアルファベットが逆に読めるっていう状態になっていてどう,どうもこう公開したデータだと テク,スチャーテクスチャーというか、まあ、キャラクターが裏返した状態で表示されていたようなので、まあ、そこを直したものを2月4日に公開し,し直してあるので、まあ、2月4日より前にダウンロードしている方がいたら、まあ、2月4日に不具合修正したので再度ダウンロードし直していただければなと思います でまあ、前回この0 0マイキャラクターっていうフォルダを用意したんですけど今回は元あるデータをちょっと読み込み直すっていうだけの状態なのでこの下の青い方の TP スプライトのフォルダの中のテクスチャーのフォルダの中のこのグレイアイドルっていう、まあ、この先ほどこうアルファベットを上から書き足したやつの元のデータなんですけど、まあ、このグレイアイドルを 右クリックから新しいファイルで再インポート。これ多分4.24とかだとリインポートニューファイルとかそういう名前だったと思うんですけど、この新しいファイルで再インポートをクリックして、でさっきのデータを保存した場所をまあちゃんと覚えてないと探すのが大変なんですけど、まあ、そういう意味でも分かりやすい位置にデータを保存しておく必要があるかなと思います。 で、先ほどの名前、名前というか、アルファベットを打った画像を開くと、まあ、こっちのビューポート上も変わったかなと思うんですけど、テクスチャーを、テクスチャーの参照先を変えることで、まあ、こっちのビューポート上のキャラクターも変わっています一。一応こういう形で読み込み直すっていうだけでも差し替えることもできるんですけど、ただまあ、こう単純に読み込んだだけだと、 ちょっと若干こう A って読ませたいのに A って読めなかったりとかっていう部分がちょっとマスクの更新がされてないっていう部分なんですけど、まあ、そこを更新させるためにはこのスプライト1回テクスチャーの状態からスプライトっていう形に変換されているのでこのスプライトっていう部分をまあ更新するためにまあな どうやって更新させるのがベストかなと思ったんですけどまあとりあえずアセットアクションのプロパティマトリックスで一斉編集っていうところで、まあ、ここを何かしら変更させなければ更新がかからないみたいなので、まあ、このピクセルパーユニットっていうところを、まあ、試しに1位に戻してから0.32位に戻して でここにこの米印がまあ更新がかかりましたよっていうマークなのでこれを全て保存っていう状態にするとまあこの A っていう文字がちゃんと A って読める形のマスクになったかなと思うんですけどまあこれで更新がかかるっていう形でこれ今4方向だけなんですけどまあこの辺をもう少しワン,ワンクリックで行く方法が何かしらあるような気がするんですけど今のところ僕の知識だとあんまり把握できてないので このピクセルパーユニットに対して1って言ってから0.32に戻すっていう形が、まあ、なんとなく一番楽かなと思っているのでこの状態でまあ再生をして今のところこう表示上 ABCD っていう形で、まあ、これ歩きの画像とかも差し替えれば、これだけで全部差し替わるっていう形になります。まあ、深く考えずにキャラクターを、自分のキャラクターにこのグレイマンを差し替えたいっていう場合は、このサンプルデータ、サンプルデータの中にこの 4way と、はい、8way っていう形で、形でまあ、4方向と8方向と用意してあるんですけど、現状8方向の方でシーン、このプロジェクトは構成されているので、 単純に書き換えたい場合はこの8方向の方を書き換えるって形ですね。8方向と4方向っていう形で、まあ、両方ともこの8方向側の画像を、えー、とトリミングというかまあ使っているって形なので、まあ、単純に4方向にする場合は ACEG っていう値の場所にそこだけ書き換えれば4方向の差し替えができるっていう感じですね。 画像の差し替えっていう意味では、まあこれが一番簡単かなと思うんですけど、まあこの後キャラクターを拡張していくっていう段階になってくると、これだけだと少し要素が足りないかなっていう感じになってくるので、とりあえずキャラクターがある状態で、アンリアルエンジンの操作方法に、操作方法をまだしばらく覚えたくないっていう状態の場合は、まあ、ここのテクスチャを差し替えるっていう方法でも一応差し替えることはできますよっていうのを 伝えておければなと思いますで。次以降の動画では新規で新しい自分の画像を読み込む方法をやっていこうと思います。